一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストに。誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せてこの番組では、各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きして、ざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com。 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しています。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きください。過去の放送分の映像は YouTube にてご覧いただけます。田辺恵美子のスペシャリストにインタビューで検索していただきますとすぐに出てきます。そちらもお楽しみください。この放送はいつの間にか似合わなくなった服がまた似合うようになる、オールハンドのエステサロンダイヤモンドツリーの提供でお送りいたします。本日は生放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして本日のスペシャリスト様は、玄関に靴が出ていたら要注意、整理収納アドバイザーの島野美希子様にお越しいただいています。CM の後お話伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。あ、かぶおいさん、お久しぶりです。ありがとうございます。えみこちゃん、キャンさん、皆さんこんばんは。こんばんは。はいですね、今でフル画面でした。あ、今フル画面バーが映ってるんで。あ、なるほど。ありがとうございます。山田恵奈さん、ありがとうございます。恵美子さん、ゲストの島野さん、キャン君、こんばんはってことで、こんばんは。山田恵奈さん、今日もよろしくお願いします。多分今お話しいただけたら声が、あ、本当ですか。はい、通るところで聞こえますか。あ、はい、聞こえます。はい、ありがとうございます。1分ぐらいで。なんかさっきすごい雨の音してませんでした？雨の音で、あ、車が走ってるとちょっと音が結構聞こえるので、ね、多分そうだと思う。今聞こえてますね。ねえ、なんかすごい雨がまた降り始めたのかなって。結構ここ聞こえますね。そうなんですよ。ラジオ局なのに全然防音できてない。まあ近いですからね。だから当初はもう言われてたらしいんですけど。あ、そうなんだ。はい、ただ今はもう逆にこれが味だって言って皆さん外の様子が全部聞こえる。それも味になるんですか。そんなもんなんですね。ここしかないよねっていう。ここしかない。はい、ということで、じゃあ、はい、BGM から始めます。田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は生放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャリスト様をご紹介したいと思います。玄関に靴が出ていたら要注意、整理収納アドバイザーの島野美希子様にお越しいただきました。島野さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、コメント来てますね、ありがとうございます。カップボーイさん、恵美子ちゃん、キャンさん、皆さんこんばんはってことで、カップボーイさんお久しぶりです、ありがとうございます。ヤンバルクイナさん、恵美子さん、ゲストの島野さん、キャン君こんばんはっていうことで、ヤンバルクイナさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。カープボーイさん、またカープが鯉のぼりの季節を過ぎたら勝てなくなってきた頃、なんでだろうのと、いや来てますね。いや本当知ってます、はい、このなんか鯉のぼりの季節が、はい、過ぎたら、はい、勝てなくなるっていうなんかジンクスあるんですか。そうなんですね。そうなんです面白い僕もちょっと初めて聞いたので、はい、そういうジンクスがあったのは知らなかったんですけど、はい、もっと悲惨なあの阪神ってチームがありますんでなんかジンクスあるんです。あの道頓堀にあのカーネルサンダース落としたから優勝できないっていう、うん、カーネルサンダースの呪いっていうのがあるんですそうなんですね、はい、それに比べたら全然マシだった確かに確かに季節的なんかちょっと時期的なものもあるしね、はい、うん、それ過ぎたら大丈夫っていうのもあるしね、はい、あ、みさしさんありがとうございます。えみちゃん、みきさんのまなみまなみんさん、あ、ゲストの島野さん、リスナーの皆さんこんばんは。シャイ生放送お疲れ様です。ミサイさん今日はありがとうございます。今日はですね、会いに来てくださいまして、はい、初めてだったんですよ私。初めましてですね。そうなんです。いやなんかちょっと嬉しいですよ、なんか芸能人になった気分本来はこうやって人と交流できる場所ではあるんですけど、ね、すごいですね。なんか私コロナで始めたから、はい、そんなも知らなかったけど、はい、今日初めて体験させてもらってちょっとマジで嬉しかったですありがとうございます。武蔵さん、ミキサーのキャンさん、生放送お疲れ様です。ミキサーは今日僕が入ってますよ、はい、さっきね、あのカウンターにね、マナミンさんがいましたからね。そうですね、うん、それで、ね、あれですね、今日もよろしくお願いします。はい、では、靴、玄関に靴が出ていたら要注意ってことで、これドキッとしません、はい、キャンさん、収納スペースに入りきらなくて出しっぱなしですけど、わかる、はい、賃貸だと靴、置くところちょっとそんなにないですもんね、うん、賃貸ではないんですけど、あ、そうですよね、キャンさん、実家の人数も多いので、ちょっとこれドキッとしたんですけど、ドキッとしますね、ドキッとしますよね、ちょっとそこの辺ね、先にお話聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、はい、つまり、どういうことなんでしょうか。やはり物はね、収納スペースっていうのはしまうためにあるものだから、はいはい、なので、まあ、収納スペース、まあ、下駄箱でもウォークインクローゼットでも、はい、収納するためにあるんで、うん、出てるってことは多いっていうことですね、物の量が。あ、はい、え、そうなんですか。はい、はい、で、そうですね、適正量があるのでやっぱり物にはすべて、はい、なので、はい、数の見直しが必要だしあとはそれでも靴って大好きな方がいるので、はい、例えばそのウォークインクローゼットとか、あ、シューズインクローゼットとか入らない、下駄箱とか入らなくって、それでも取っておきたい場合は、はい、例えばあの洋服の衣替えのように靴の衣替えも必要だったりしますよね、うん、あ、置く場所を変える、なるほど、はい、あの数の見直しが必要、めちゃめちゃドキッとしたんですけどでも考えてみれば、はい、普段使わないような革靴とか、ああいった靴も靴箱にしまってるなって思うと、うん、確かに箱に入れて別の場所に収納すると、うん、ああなんだ、あのスペース空くじゃんって今確かに思いましたね。え、だけどなんか沖縄ってめっちゃ湿気が多いから、はい、それ気になりません。そのさっきの、まあ、靴の衣替えが必要っていう、はいはい、いうのをおっしゃられてたんですけど、なんか沖縄ってすごいめっちゃ湿気多いんですけどうんうん、なんかどうしたらいいんですか。確かにブーツとかなんかちょっと今でも出ててどうしようとか思っちゃうんですよ、うんうんうん、はい、やっぱいろいろ湿気剤とか入れなきゃダメですよね、きっとね。うん、で、場所はそうです、靴が多いっていうことですかね。多い、何足ありますか。おお、え、何足だろう。え、20足ぐらい。ああ、多いですね多いんですか。え、でも夏と冬合わせてですよはい、全部、例えば、まあ、じゃあ10足10足だとしたら、もし、あ、だとしたら、はい、うん、10足全部着てるか、あの履いてるかって毎年多分履いてない靴あると思うんですよね。はい、はい、あります、あります、うん、でやっぱり取り出しやすい下駄箱には、はい、あのいつも履いてる靴だけを入れたらすごいスッキリするじゃないですか。はい、で整理収納の基本、整理は使ってないものは家から出す、まあ、処分する、捨てる、手放すっていうのが基本なんですよ。うん、使ってないもの、はい、ってことはやっぱ見直しが必要ですよ、毎年ね、ものの増えてったらやっぱ減らす、
見直しが必要なので、うん、はい、なんでおそらくそんなに、ね、何足か入ると10足も多分1つのシーズンというか、ね、春夏で使わないのか、はい、なんかお気に入りの靴ってあるじゃないですか、はいはいはい、うん、でその例えば使用頻度とかよく使うやつとか、はい、使用頻度1とか、うん、まあ、観光操作用のとかもあると思うんですけど、はい、まあ、そういうに分けていくと、うん、おそらく履いてない靴ってあると思うんですね、はい、ありますね、うん、それを今目の前の下駄箱に入れてしまうとやっぱスペースとかもったいないし、うん、無駄な動きとかで物って増えていけば増えていくほど管理も必要だし、はい、探し物も増えていくし、はい、すごくもったいないんですよね、うん、で、うんうん、で私たちって多分一番大事なのは実はお金は稼げば得られるんですけど、はい、あのお金持ちもお金ない人も、はい、みんな平等なのが時間なんですよ、有限なんです、うん、はい、なので、うん、その探し物をする時間っていうのが、うん、管理する時間っていうのが多分私たちの中で人生で一番無駄なものなんですよね、はい、うん、ってことは、うん、物が多すぎるってことは、うん、もう管理するだってね、湿気があるとか管理しなきゃいけないね、はい、とかっていうふうになってくるから、うん、やはりあるものだけで暮らすっていうことが本当に効率がよく快適な暮らしに近づいてくる。なるほど、うん、コメント来てますね、カンプボーイさん、玄関にはトランポリンと自転車の棒が置いてあるけどなんか広そうな玄関ですね、なんかこれ広いですね逆になんか羨ましいというか、ね、うん、羨ましいですね、スニーカーボーイさん、スニーカーとかショーケース作って飾ってる人とかいるよ ねよくねテレビとかで芸能人とかがね出、うんうん、ますよね、今 iPhone に湿度聞いたら 99% って言いよったよ、今日は、昼からのラジオだ、うん、どういう意味かな、水中からのラジオだ、水中からのラジオだ、はい、99% ってすごいですよね、すごいですよ、すごい確かに水中ですね、もはや、うん、でも本当に沖縄ってなんか本当にそういう、うん、なんか 89% とか、はい、普通にありますもんね、いやだから僕大学生の時一人暮らし始めた時に、うん、ちゃぶ台の下に敷く畳を買ったんですよ、はい、2週間でダメになりました、うん、全部カビです、いやでも本当にそうなんですよ、それで私も、うん、あの湿気取りのなんかあの水取り造作みたいなのあるじゃないですか、うん、ありますね、それが広島にいる時はなんか一年中放置してても別にいっぱいにならなかったんですよ、うん、でそれがこっちに来たらなんかもうワンシーズン終わる前に2回ぐらいは変えないと満タンになりますよね、そうですね、あすごい湿気なんですね、そうなんです、であとあのなんかあのこの森塩を私してるんですけど家にそのね森塩があの広島にいるときは一回その塩作るじゃないですか、うん、森塩、うんうん、はいはい、でも全部一年中ほっといても何の変化もないっていうか固まるだけ塩が、うん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 、何の別に変化もないんですよ見た目的に、うんうん、でもこっち来たら、うんうん、夏とかほんとほんと1週間とかでこの何森塩の皿に水が溜まるんですよ、へえ、そうで、それすごいびっくりして、うん、無理ですね、それは。そうだからなんかそのまあ先ほどのお話、うんうん、なんかその例えばどっか違うところにクローゼットとか別のところに入れるってなるとなんかカビちゃいそうだし、なんか忘れて使わなくなってしまいそう、だからなんかついついあの玄関に、うん、あの置いといたらパッて、まあどまあ、何かしら目に入って、うん、あこれあったってなって履きそうな気がして置いちゃうんですけど、うん、それはやっぱダメってことですね、うんうん、はいやっぱ玄関ってほらあの一番こう、はい、ねいい気を入れたいじゃないですか、だからやっぱ玄関綺麗な人はねお金が貯まるっていうので、ああじゃあやっぱその、はい、要注意っていうのはやっぱそういう意味で、よくない別に玄関に靴が出ていても自分さえ良ければ別にいいけど結果的に気の流れとかが悪くなっちゃうよっていうことですか、はいはい、いろんな意味で、はい、あーなるほど、出入り口というかね お家の顔なので玄関はまず綺麗にしてもらいたいなところがありますね、うん、
カブボーイさん、そういえば最近島通りばっか入ってるから靴は靴箱から出したことないなわかります。沖縄だったらね、なんか草履ばっか履 履いちゃいますよね。僕は履けないので。え、そうなんですか。はい、なんで。あの左足が指4本なんで、うんうん、あの間に入れると痛いんですよ。草履僕は使わないですね。そうなんですね。はい、うんうんうん。ヤンバルクイナさん、島野さんへ、整理は、クローゼット靴物を買ってはいけないらしく、捨てろと。てんてんてんはてな。ってきてます。つまりあれですかね。だからそのやっぱこう、うん、賃貸の、まあ、賃貸というかその家の靴箱の量から出ると。うんうん、捨てるっていうことですかねってことが多分こう言いたいですかね。だと思います。ね、ただどうです、うん、捨てなくても今売ったりとかもできますからね。ああ、まあ確かにね。はい、私もこれ聞きたいですこの質問。うん、そうですよね。ださっき言ったように場所を変えるっていうことですね。玄関をきれいにしたいっていう目標、うん、目的みたいなものを明確にして、うんうん、だからさっき言ったようにもうぐちゃぐちゃでもいいやっていうなら自分が良ければまあそれでも全然いいとは思うんですけれども。はい。はいはい、ただやっぱりそのいろんな気をね、うん、気の流れを良くしたいとか、やっぱね、うん、お家の入り口だから綺麗にしたいとか、うん、そういうことを総合的に見るとやっぱり玄関は綺麗にしていた方がいいので、うん、そしたらやっぱり下駄箱に入る分だけ叩きにはないようにしておいた方がまあ理想ですよね、うん、ってことは入る分だけはそこに入れてはいいけど、それ以外のものはやっぱ衣替えみたいなイメージでちょっと場所を変える、うんうん、なるほど。じゃあ、はい、例えば、じゃあ衣替えみたいに場所を変えるってなって、うんうん、じゃあその違うクローゼット、靴箱じゃないところのクローゼットは、うん、例えばまあパンパンってなるとそれはそれでやっぱ良くないんですよね。そうですね、パンパンだったらもう一回見直しで本当整理っていうのはそ、例えばクローゼット整理しようって言った時に、はい、一回全部出して、はい、やっぱ使ってないものと使ってるものの見極めっていうのが重要だと思うんですね。うん、おそらくパンパンになってるってことは物多いし使ってないものって絶対あるんですよね、はい、結構なんかみんなお片付け現場行って、はい、いやなんかいる、なんか家にゴミなんか一個もないって皆さん言われるんですけど、うん、それって多分向き合ってないからですよ。物をいるかいらないかでいつ使ってるか、あ、向き合ってないので一回全部出していただいて、うん、使ってるならじゃあ直近でいつ使ったのか、はい、また今後いつ使うのかっていうのを一個ずつ見極めていくと、結構使ってないし、はい、この先使わないなっていうものは家の中にたくさんあります。どうやって見極めるんですか、今後使わないかもしれないとか使うかもしれない。そうですね、基準を決めるのが重要で、はい、例えば衣類だったらもう1年、うん、例えばあの衣替えとかあるような場所だったら、はいはい、その去年着てないものはもう処分ですよね、衣替えの時に。で今年、うん、例えば夏、衣替え今回春夏、春夏に変えていく時に、はい、もう秋冬で着てないものは処分するっていうふうに基準決めちゃうんですよ、うん、見ながらやると、先に見ながらやるとまだほら綺麗とか新品だったりとか、はい、まだ着れる、来年着れるかも、今年着てないけど着れるかもってなっちゃうので、思っちゃいます。まずその、はい、うん、取り掛かる前に先に基準決めちゃうんです。なるほど。100年着てないのは捨てようとか、じゃあ2年着てない、何年でもいいんですよ。2年捨てないのは捨てようとか、うん、ここ1年使ってない、じゃあお皿は捨てようとか、それでもいいんですよ。うん、自分で基準とか賞味期限決めていかないと、物って増えてくるんですよ。腐らないから。だって食べ物は捨てるじゃないですか。はい、例えばおまんじゅうもらいましたとか言って、賞味期限が今日で、はい、うん、今日とか明日ぐらいなら食べちゃおうかなって思うけど、はい、1週間とか半年経ったおまんじゅう絶対食べないですよ、まあ、そうですね、まあ、お腹壊しちゃいますもんね、うんうん、はい、まあ、そういう感じで洋服とか物、食器でも何でもそう、雑貨でもそうなんですけど、はい、物って物として使うから、使われてないっていうならそれはもう不要品なんですよね、うん、よくね食器の片付けが多いんですけど、非常に食器の依頼が多いんですけど、はい、例えば食器も家族4人とか3人、子供1人とか2人いるのに、はい、あのコップが20個も30個も平気で出てくるんです、皆さん。わかるわ、はい、でそれを全部出して見るときに、はいはい、
半分ぐらいがホコリ入ってたりするんですね。ここ使ってないですよねみたいな。もう手前ばっか使ってて、それなら食器のスペースもったいないじゃないですか。なるほど。その使えるとか割れてるとか割れてないじゃなくって、使ってるか使ってないかの基準なんですよ。洋服もまだ着れるじゃなくって、着てるか着てないかの基準なんですよ。あ、なるほど、うん、着れるかじゃなくて着て、うん、着てるか着るかみたいな。なるほどなるほど、うん、そうすると明確に分かれてきます。これトレーニングなんで、本当にトレーニングですねこれ。そうなんですよ、トレーニングなんですよ。だから最初結構皆さん、え、まだもったいないとか、はい、いや買った時高かったからって言うんだけど、はい、いるいらないっていうのを、例えば洋服が50着100着出て、それを1枚ずつやっていくと、だんだんみんな目がね、だんだんのこう慣れてきて、いや着ないわねってなってって、結局みんな1個も捨てるもんないじゃないって言われたので、最終的に廃品回収、あの業者さんを呼ぶんですけど、廃品回収、はい、その時は、はい、本当にもうなんか2トントラックいっぱいになったりするんですよ。2トントラックって結構すごくないですか。そう、いや本当に、でも本当最初は捨てるもの1個もないって言ったのに、うん、1個ずつそうやって見ていくと、まあ、大体1日の作業が6時間とか4時間ぐらいあるんですけど、はい、まあ、1日やると本当に2トントラックいっぱいになる、なりますよ。うん、そのくらいあの家の中で使ってないものが多いってことですね。でもなんか確かに想像したら、例えば鍋とかも、うん、置いてあるけど使ってないやつとかあるじゃないですか。そういうのを、まあ、手放したらスペース空くし、したらすごい自分のなんか生活の使い勝手がすごい良くなるのが想像できるし、そしたら探さなくていいし、なんかまたすぐなんか収納でき、まあ、いろいろすごい楽になりますよね。すごい楽になります。今お鍋って言ってましたけど、例えばお鍋が、はい、まあ、フライパンとか分かりやすい、フライパンがたくさんあるお家とかもあるんですけど、例えばその3枚も4枚もあると、この一番下が大きいのが使いたいって言った時に、これアクション数って言うんですけど、1回上のをどかしてまた取るじゃないですか。結構負担なんですよ。でもこれがワンアクションで取れた時、1回で取ってそのままガスコンロに乗っけられたら、もう最高に楽で、かもうなんか快適ですよ、時短になって。本当ですね。手間暇がたくさんですよね、家の中に。うーん、それを排除していくとすごい楽です、生活が。島野さんは、はい、でもミニマリストってわけではないんですか。あ、全然ミニマリストではないですね。あ、そうなんですね。やっぱりと、あの、あります、あの、ありますし、あと増えていくので、毎年やっぱ衣替えの時とかは必ず、はい、うん、洋服とかってやっぱ買っちゃうじゃないですか、どうしてもワンシーズン買ってしまう。なのでやっぱ衣替えの時は必ずチェックします。着てないのは全部捨てる。やっぱ増えていくので、減らしていくっていうのを定期的にはやる。やっぱ増えてますね。なるほど、うん、はい、コメント来てますね。アヤンバルクイーナさん、え、書き直し、え、整理する意味増えたから、収納ボックスを購入しないで断捨離の意味でした。できてますね、整理。あ、さっきのですかね。そうです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 。そうですよね。収納ボックスをこう断捨離の意味でした。あー、なるほどなるほど。あ、捨ててるよってことですね。あ、捨ててるってこと。カップボーイさん、洋服も T シャツとかを特に、破れないと知ってないな。また破れて1枚なくなったらまた次のつければいいと思ってるから、あんまりつけれるのは捨てようとは思わない。最近何度か、水屋の中掃除したら、結婚式の引き出物とかみたいなのがたくさん出てきたから、 FM ギの方に持っていったらバザーで使うからって言って全部持ってったよ。これこれはいい手放し方ですね。そうです、いいですね、バザーね、これはいい手放し方ですね。はい、うん、はい、FM ギの方としても嬉しいですしね。そうですね、はい、そうですね、はい、はい、なんかね、全部捨てるわけではなくて、うん、私の方現場で、やっぱりね、売れるもの、買取業者さんといっぱい提携してるので、売れるものはどんどん、あの、売った方がいいですよってお勧めしてるし、はい、あと今ね、今言ったように、寄付もしてるんですね。あの、児童福祉の方に絵本とか、はい、はい、あとはそういった子どものものとかおもちゃとか、まだ使えるものがたくさんあるので、そういったものは寄付させてもらったりして、すごく喜んでますね。なんかそれこっちも寄付できたって思ったら嬉しいじゃないですか、はい、皆さん喜んでくれるんです。うん、なんか絵本とかそんなに悪くならないし、高価なものじゃないですか、結構一冊ね、高かったり、はい、そうですよね、確かに。そうだからやっぱり捨てれないっていう、ね、あの、そのそういった
ね、子供たちのところにこう、はい、あのプレゼントできた寄付できたら嬉しいって言って、うん、結構すごい本当に段ボールもうこの前も10箱ぐらい出てきたんですね。元保育園の先生で、絵本家にたくさんあって捨てれない捨てれないっていうか、うん、じゃあ寄付しましょうっつって寄付させてもらったんです。まあ、絵本とかね、なんか流行り廃りもないからなんか、ね、そうなんですよね、うん、いつでも喜んでもらえるじゃないですか、次の世代の子供たちに。はい、はいはいはい、あなるほどね、そっかそっか、うん、じゃあですね、ちょっとここで後半もですねお話聞いていきたいので、一旦ここでじゃあ CM に入らさせていただきます。はい、はい、ここで一旦 CM です。はい、いや本当気持ちいいですよ。ですよね、気持ちいいですよ捨てたら。クローゼットパンパンなんだよな。僕もちょっと洋服はその少なくしないとなと思ってるんですけど、ちょっと使ってるんでなかなか減らしきれないんですよ。なんか全部好きなんですよね。全部好きな服なんですよ。僕の場合結構いろいろ仕事でいろんな服装するので、うん、割と男性にしては多めかなと。あと趣味で使う服とかも変わってくるので、もう破れて捨ててもいい服とか。あ、普段使いのおしゃれな服をあの趣味で使って染み付けたり破れたりとかするとショックなので。わかるわかる。だからシミ用の服とかありますし、シミ用の服もう二軍とかってランク付けをして、あのミートソース食べた時用の服とか知ってもいいやつ。でも靴の整理の仕方は確かにちょっと見直せるなって思いましたね。靴確かにね、玄関に出したくないんですよ私も。普段使わない靴って結構あるんですよね。僕の場合スパイクだったり、私も浴衣の下駄、浴衣の下駄、いつか浴衣着たいなって思ってわざわざ広島から持ってきました。おお。おお、うん。でも履いてないんですけど。一人暮らしだけだったな。じゃあ、はい、CM開けますね。はい。お願いします。田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、生放送でお届けしています。後半も整理収納アドバイザーの島野美希子様にお話伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ヤンバルクイナさんから面白いコメント来てますね。30年履き続けてる靴下があります。わらすごい。すごい。めっちゃ物持ち良くないですか、ヤンバルクイナさん。めっちゃいいですね。30年はねえ、すごい。だって履きたくても破れたりとかするじゃないですか。破れちゃいますよね。すごい。すごい。何？ルイ・ヴィトンかなんかの靴下なのかな。ああ、そうかもしれない。親指に穴開いちゃいますんで。ねえ。靴下はちょっと無理ですね。ねえ、なんかでも、なんかブランド物とかだったら強そうだけど。うんうん。30年靴下は。30年すごいですね。すごい。初めて聞きました。あ、やっぱりダンヒルらしいですよ。あ、ダンヒル、うん、ダンヒルの靴下そんな持つんですね。持つんですね。すごいですね。すごい。僕も20年ぐらい着てた寝巻きがありましたけど。20年すごい。20年の寝巻きすごいですね。小学校5年生ぐらいの時におばさんからもらった、アイスホッケーのユニフォームですね。最初だから普通普段着で使ってたんですけど、だんだんボロボロになっていくにつれて、もう寝巻きに変えて、なんかでもクタクタになっても愛着がなんか湧いて捨てたくない感じになってきたやつですね、はい、肌触りとかわかるわかる。カープボーイさん、浴衣翻訳があるから楽しみだけの浴衣翻訳、翻訳浴衣、うん、ちょっとこれはちょっとわかんないですね。なんかイベントがあるからってことかな。あ、そうか。なんかあるのかな。浴衣ね、夏ね。そうね、ちょっと私ね、CM 中に話したんですけど。浴衣ウィークですね。あ、浴衣ウィーク。なるほど。なるほど。あ、それですね。カープボーイさん、さすが。そう、来週じゃないわ。あ、4月ですもんね。はい。
カップボーイさん、家にもそういえば30年くらい前におばさんからもらった、スポーツのジャンバー、なんかシックスマックイーンの革靴、なんかブランドですかこれとかもまだ使ってる。30年経ってる。結構皆さんそういう物持ちいいですね。すごいですね。すごいですね。まあ、はい、すごいですね。でもなんか私、すごいね、思い出に残ってる出来事があって、私今はね、そのまあ割と、まあ、片付けれる、うん、まあ、片付けれるっていうか、まあ、掃除は一応する方だとは思うんですけど、うん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 、でも小学校の時、うん、全然片付けれない子だったんですよ、うん、で、うん、それをお父さんにめっちゃ怒られたことがあって、うん、で、あの片付けろって普段から言われてたのに全然片付けなくて、うん、それはすごい雷が落ちた時があったんですよ、うん、それで、あのもう片付けれないって買ったら大人になった時大変だからちゃんと片付けれる子になりなさいって言われて、それで大泣きしながら片付けたことがあったんですね。でもなんかそっから片付けないと怒られると思ってビビって片付けるようになったんですね。そしたらなんか片付けるのがある時から、あ、気持ちいいってなったんですよ。すごい。そう、それでなんか自発的に片付けるようになったんですけど、うん、おすごいですね。そうだから、なんかすごい今は感謝しててよかったって思ってるんですけど、よかった。はい。なんか島野さんはこの整理収納アドバイザーになるきっかけとか、なぜそのなんていうんですか、そのね、あの決めてルールを決めて、今年着なかったやつはもう捨てるとか、はい、そういう風になったなんかきっかけとかってあったんですか？はい、いやめちゃくちゃあった。本当もともとも捨てれなくて。そうなんですか。そう、すごいお部屋に住んでて、でなんかあのね、はい、兄弟4人で女の子1人だったから、それがラッキーか、はい、こう1人部屋を与えてもらえたんですね、うん、で男3人部屋だったんですよ、はい、でそしたらもう自分でももともと捨てれないから物がどんどん増えちゃって、うん、こう床が見えないぐらい本当に物を積み重ねて、で本当にある時あの部屋にいたら、部屋でまあいろいろやってたら、うん、もうなんか小学校の時かな、後ろからバサバサっと音がしたんですよ、はい、で振り向いたら学習机から物がなだれるみたいな、うん、このくらい物、はい、が捨てれなかったんですよ。で、はい、なんでこれ整理収納整理収納アドバイザーっていう資格を取ったのがきっかけなんですけど、はい、資格がね勉強で、なんでかって言ったら、あの、うん、結婚した23で結婚しちゃったんですけど、はい、あのやっぱお片付けがもともとできないで育っちゃって結婚しちゃったから、うん、はい、家あの主婦になってももちろん片付けられないんですよ、はい、で、うん、子供3人いるんですけど、増えるたびに物が増えていくみたいな感じで、うん、で私あの本当にすぐ結婚しちゃったので、はい、旦那がそこまで綺麗好きって知らなかったんですよ。ああ、なるほどなるほど、うんうんうん、で結婚して生活したら、うん、はい、めっちゃ私と真逆なぐらいストイックなぐらい物すごいしてる人で、はい、へえ、でなんか本当180度性格が違くって、はい、あ、これはまずいなと思って、はい、ちょっと勉強しなきゃなって思って整理収納アドバイザーの資格を取りに行ったんですよ。これこのままだとちょっと私粗大ごみと捨てられる、同じ捨てられるんじゃないかなぐらい、もう超なすっごい怒られてもうほんとまずいと思って。旦那さんに怒られたんですか？怒られ、なんかね、怒られてないんですけど、はい、まあ、怒られてました、ずっと。もうなんとかしろよって言われて、うん、このままだと多分ね粗大ごみと一緒に捨てられる日も近い危機を感じたんですね危機をすごい感じて、毎日毎日でいろいろ聞かれても、はい、例えば印鑑はどこだとか保険証はどこだ、全然わかんないですよどこにしまったのかなみたいな感じで、それで資格を取りに行ったんですよね。ただその日給人ってことって1日6時間で取れる資格なんですけども、すごい衝撃受けたんですね、はい、どんなところに？いや、ほんとさっき言ったように捨てるだけだったんだって。それを習ってなかったから、日本人って習ってないんですね、そう捨て方を。うーん、その思考で捨てる基準とか、うん、まあ、その物の見方ですよね、はい、だって
もったいないって言うけど使うことが物の役割なのに使ってなくてタンスの肥やしとかやっぱね押し入れの奥に入ってそっちの方がもったいないじゃないですか、うんうんうん、使ってないんだから、うんうん、そうってことはやっぱりねそうやって必要な人にあげたりとか、はい、まあ売ってることもいいし、うんうん、でもやっぱゴミとしてやればまたねあの土になっても戻るかもしれないしわかんないですけど、うんまあ、そういうふうに、うん、やっぱ使わないものは出していくっていうのがすごい重要なんだなっていうのを、うん、なんか学んだ時に感動したんですね、うん、あ私はできないじゃなくてやり方知らないだけだったんだなってそこからハマりましたね、そうなんですね、なんかでも私も今衝撃でした、なんか、はい、掃除が苦手な人ってあのなんか直らんなんか言い方が言い方がなんか、ね、直らない直らないなんかだってきっかけがないと、あそうですよね、メリットがないと自分に、うん、あなんかそうですメリット重要なんですよね、なんかそうそうメリット重要なんですよ、ですよね、やろうってならないじゃないですか人間は、そうそうそう、だからなんだろうその別にそのこれなんていうんですか、このぐらいの綺麗さが心地いいとか多分人それぞれあって、そうですね、そうでその自分の心地よさ、うん、この例えば人からこの人からエイグさんから見た時にえ、うん、もうちょっと綺麗にしたらって例えば思ったとしても、うん、その人にとってそれが別に心地よかったら直すきっかけもなければ、うん、そうですね、そう、うん、だからそういうのって別に変わっていかないもんなのかなって思ってたけど、うん、なんか変われるんですね、あもうみんな変われる、だからその、うん、でもきっかけとかタイミングとかすごい重要で、うん、私の本当にお片付けもすごいもう多分2000件以上行ってるんですけど、はい、その中でやっぱりその独身の女性の方からも結構来たりする、うん、はい、でその時はやっぱりなんで今回片付けようと思ったんですかっていう中で、うん、例えば結婚したいとかっていうのもあるんですよ、はい、でお家見に行くとやっぱ散らかってて、うん、あの彼氏ができてもお家の中に入れられないぐらい汚いんで、うんうん、でやっぱりお片付けじゃあしましょうってね、はい、言った時にやっぱねあのまあ20代でお片付けができない方はお掃除も親に教えてもらえなかったとかで、うん、家の中やっぱり学校とかでやるのと違うじゃないですか、家の中って、うん、例えば排水口の中やんなきゃいけないとか、はい、髪がねいっぱいある、そういうのも知らなかったりする人が結構いらっしゃって、はい、でやっぱお母さんに習ってないからどうすればいいのみたいな中で、まあ、お片付けしながらお掃除のやり方もして、やっぱ排水溝とかはねさっきも言った水木の周りというか絶対やんなきゃいけない場所だから、そういうのも教えながらやっていくじゃないですか、でそうすると、まあ、みんなそれを本当に物捨てて部屋の掃除のやり方も教えると、やっぱ半年とか1年経った時に本当に彼氏できたりするんですよ、結婚しましたとか、うーん、そう、だからこれはすごいね、いろんなメリットとかベネフィットとかありますよ、片付けすると、いろんなものが得られますね、よく言うじゃないですか、デトックスするといいものが入ってくる、あそうですよね、うん、失えば、まあ、入ってくるみたいな、そう入ってくるんですよ、ね、うん、いやなんか私片付けしようかな今の言葉で、はい、ちょっと思いましたよ、はい、なんか本当に私のお客様で衝撃的だったのは、都内でなんか本当に高層タワー50階のマンション住んでるお客様が46階ぐらいに住んでたんですけど、目の前に東京湾の花火大会があったのに、あのベランダがもう本当に汚かったんですよ、あのガーデニングをやりたいし植木鉢何十個もあって、人呼んでもそこ開けれないからいつもカーテン閉めて花火大会聞いてたって言ってたんですけど、じゃあちょっと今回は花火大会見るためにしましょうっつって思い全部捨ててきれいにしたんですよ、したらやっぱり捨てた直後はやっぱそういった植木鉢とか高いので、はい、プランターとかねもうすごい怒ってたんですよ、なんか島野さんのおかげじゃない、島野さんのせいで全部捨てて、もうなんか後悔しそうみたいな話だったけど、でも割ってきれいにしてまた1ヶ月後行った時にこう今度はなんかねすごい喜んでくれて感謝してもらって、はい、今年はちゃんと花火大会がみんなでちゃんとねお酒を飲みながらちゃんとベランダで出てすごい間近で見れて本当よかったっていう、この家買って5年経つけど初めて見れたっつってすごい喜ぶ、まあ、それベネフィットですよね、物捨てること、まあ、そういうふうにいいスパイラルが回ってきますね、あなるほど、あでもなんかその失った分入ってくるっていうのは確かにそうだなって思うからはい、なんか今パンパンな自分のクローゼット想像したらなんかやっぱ手放したら新しい何かが入ってくると思ったらちょっと楽しみじゃないですか、はいはい、だから片付けしようっていう気にちょっとなりましたね、うん、あおいいですね、なるほどね、うん、
ヤンバルクイーナさん、恵美子さん、自分も同類で、親父、お前の部屋は豚箱か、ボロクソ怒られましたさっきの話ですが、同じなんですね、ヤンバルクイーナさん。でもね、こうやって言ってもらえることが、まあ、結局島野さん旦那さんとかもそうですけど、ありがたいですよね、結局ね。ありがたいですね。一郎氏小野様から、はじめまして、福岡県いわき市から応援をしておりますということで、ありがとうございます。はじめまして、こんばんは。ヤンバルクイーナさん、昔は物は大事にしろの教えだったからもあるかも。それは確かにあるかも。なんかね、すごい大事にやっぱ物ね、年配の方とかね、大事にされてるの見ると、なんかそういうのが染みついてるから捨てにくいっていうのも確かにちょっとあるかもしれないですね。カープボーイさん、でも人が見て綺麗と思うよりも自分が使い勝手がいい物の置き方の方が一番楽なような気がするんだけど、それが人が見て汚いって思われてもっていう風に来てますね。うん、そうですね。これはどうですか。自分の生活なので自分が良ければいいと思いますよ、ね。なるほど。誰にも迷惑かけてなければね。まあそうですね。うん、一つお聞きしたいことがあるんですけど、はい、さっき2トン車がいっぱいになるぐらいゴミが出るとかあるじゃないですか。はい、ああいう時って、処理するのにもお金かかるんじゃないかな。あ、立ち止まってる人も結構いっぱいいると思うんですよ。だからゴミを捨てるのに一体どれだけのお金かかるのかなって思ってる人もいっぱいいると思うので、そこちょっと聞きたいな。いい質問ですね。はい、いかがですか。あ、そうですね、そうなんですよ、お金かかるんですよ。で、大体ですね、軽トラック頼むと1台で5万ぐらいかかるんですよ。で、2トントラック、さっき言った、はい、たくさん積んでですね、はい、2トントラック大きい、もっと大きい車、もっと大きい車、大きい2トンと引っ越しの車とかは2トントラックなんで、あれぐらいいっちゃうと10万いっちゃいますね。へえ、それだったらなんか、お金かかるし捨てるのやめようって躊躇したいそうですけど。いや、もう最初に、まあ、今回タイミング、捨てるタイミングなのでどうしますかっていうことで決めていくので、まあ、その10、2トントラック10万の時は大きなものですね、家具とかそういった大きなもの何でも捨てれるので、ね、自分で処分、市のやつとかで、近くにこう捨てれるようなものだったら自分で捨ててもいいんです、そうじゃなくて困っているものを、ね、頼むときは、まあ、そういう感じで業者さんに頼むので、ただこれも本当に4月に毎年毎年値上がりしてるので、いつか捨てないなら、いつか捨てなきゃいけないなら今がいいし、家族、子供たちに、ね、ゴミを代々残していくなら早いうちに手放した方が、ね、残されていく人たちもすごく幸せかなと思います、ね。なるほどね。そこなんですよ。我が家もそれに悩んでるんですよ。収集癖があった方がいましてね。収集癖。もう収集癖。ドロップアウトしてるんですけど、僕が片付けないといけなくなる。そうですね。そういうこと考えたらやっぱちょっと今のうちにって。ね、早いうちがいいですね、思いますよね。私もちょっと一つ質問なんですけど、例えば、今こういうふうにお話とか聞いて、聞くとやっぱ納得するし、まあそれはなんか想像して使い勝手もっと良くなるな、時短できるなとか、いろんな無駄が減るなと思って、まあ、片付ける気になってくるんですけど、で毎年、まあ、例えば衣替えとかして、その時ってバッて一斉にバッて綺麗にするじゃないですか。で、すっきりしたってなって、でその後またちょっとずつ増えてきて、なんかなんていうんですか、その常になんかでいつの間にか荷物が増えてるんですよ。そうで、なんかその常に綺麗にしておくためのメンタルというか、なんかこの人生に何回かはこの一気にやろうっていう日が例えば来たとしても、例えば島野さんとお話ししてそういう風にできたってなっても、普段そう掃除が苦手な人だったらその1回で終わっちゃうかもしれないっていうか、そうですね、そういうのはなんかどうしたらいいんですか。やっぱり、なんかとにかく多分物は増えてるから捨てる日っていうのを固定で決めた方がいいと思う。例えば月末とか毎週何曜日、だってゴミ捨てる日決まってるじゃないですか、はい、火曜日と木曜日とか、まあ、その時にやっぱ見直しをやるとか、あとは季節の変わり目とかがあればそこに向けて一回ちょっと家の見直しをする日を決めた方がいいと思います、イベントごとのように。そうじゃなくてやっぱ増えちゃう。で
あの維持したい人はやっぱ収納をすごく簡単にした方がよくって、収納簡単に、はい、収納簡単に、うん、で物が多いとそれだけこう整えたり並べたり、うん、こうなんていうんだ、よく雑誌とかで平並べとか、はい、なんかすごく綺麗に並べてたりね、うん、するんだけど、そういうのがやっぱり面倒くさい方、例えば洋服なんかも、はい、今オンシーズンの綺麗に畳んで入れるのが面倒くさいっていう人は、うん、ハンガー収納の方が楽じゃないですか。あ、そうですね、うん、そしたらハンガー収納にするにはやっぱり適正量、そこに入る適正量を見極めなきゃいけないから、うん、そうすると年に1回だけその、うん、例えばその季節で洋服衣替えがあるなら、うん、オフシーズンのものは畳んで、うん、オンシーズンのものはもう全部かけちゃうとか、うん、そうしたらすごい楽じゃないですか。あ、そうですね、うんうんうん、あとはそういった雑貨系のものはもうなんていうんだろう、こう綺麗に並べ、綺麗に最初入れちゃうとまたそれ戻すのがめんどくさくってみんな散らかっちゃうから、うん、もう本当にカゴ収納にしちゃうとか、カテゴリー別にこうなんかね、これ入れるものとか小物とか、うん、ティッシュとかわかんないですけど、こうねカゴ収納してしまうと、そこがなんていうんだろう、パソコンでいうフォルダーみたいな役割になるので、はい、すごい簡単になりますね。簡単に収納していくっていうことが、まあ、お片付け苦手な人にとっては必要なのかなと思います。うん、なるほど。何も考えずに しまえるようになるといいと思います。あ、なるほど。鍵はここに置くとか、ーボールペンはここねっていう指定位置です、ね、でいくとすごく楽になる、ね、はい、ではあのこのやっぱメンタルに頼るとこのなんかムラが出るから、やっぱこう、うん、この日に捨てるとか、そ先ほど言われたように、まあ、イベントみたいな感じでやっぱ決めていくのがやっぱ大事なんですね。大事ですね。で、はい、先ほど言われたみたいに、うん、これまだ去年買ったばっかりって綺麗だからとかっていう感情任せじゃなくて、うん、なんかもう今年着てないからもう捨てるっていう、あ、そうそうそう、そうです、ルール作りみたいなのが、そう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 、はいはい、そう、それです。あ、なるほどなるほど、はい、うん、そっか。コメントもねたくさん来てますね、ありがとうございます。武蔵さん、鉛筆の持ち方よく先生や、両親に注意されていましたって来てますね。うん、そうですよね。もうそうやってね注意されるからね、いろいろねなんか良くなっていくことありますもんね。のりおさん、おじさんの輝く汗、41歳、今車の中で聞いています。今日の放送で明日は掃除します。いやー、すごーい。すごい、頑張ってください。頑張ってください、なんか嬉しいです。天気悪いしストレス発散も兼ねてお掃除頑張ります、うん、ストレス発散なりますよね、確かに。掃除ってなりますね。なりますよね、うん、なります、なります、うん、確かに。僕も掃除始めると、うん、夜中まで続けちゃうんです。わかる、スイッチ入りますよね。わかる、スイッチ入る、すごいすごいですね。出ちゃうんです、夜中までできる。わかる、私もなんかやるまでは本当ちょっともう明日にしようとかなるんですけど、はい、やり始めてからは一応早いですね。あ、すごいですね。いや、みんなすごい。褒められた、嬉しい。すごいすごい。二人暮らしの時は本当に楽でした。うーん、他に動かす人がいないんで、うんうん、そうですか、一人でも増えますけどね。いや、あの、自分で管理できるので自分しかいないじゃないですか、犯人は。うん、まあまあね、確かに。もう家族といると犯人か誰かいるので、うん、あ、分かる、確かに。ちょっと怒りの矛先がね湧いて出てくるかもしれないですね。カーブボーイさん、そういうことか、みんな新しく買うからいっぱい増えていくから、それいいのかな、決めて捨てなきゃいけないってことか。僕はそんな洋服とかもうほとんど買わないからな、だから、破れたら捨てるから減るけど今んとこ増えはしないなってことで、うん、いいですね。そうですね、うん、ね、もともとね断捨離が得意なんですね。そうですね、なんか、うん、でも本当に必要なものだけ買ってると、うん、こういう風にね、なんか本当一気にやるっていうエネルギーもいらないから、それはそれでね、うんうん、またいいですね。ね、すごい、うん、時間の有効活用されてると思いますよ。え、じゃあちょっと私聞いてみたいのが、その島野さんがもともとものすごい片付けできなくて、はい、で旦那さんに言われてて、整理収納アドバイザーの資格を取りましたってなって、その後お二人の関係はどうなったんですか。お二人の関係は、まあ、どうなんですかね、どんな風に変化したのかなって、うん、まあ、お片付け最初できた時は、はい、あ、まあそこそこ、あの、なんか良かったですよ最初は。うん、でもびっくりされたんじゃないんですか。そんだすごい変化じゃないですか。そうすごい、捨てすぎって言われて。捨てすぎだよって言われまして。捨てすぎだよ。そうなんですよ。それなるほど、うんうんうん、
でもちょっと嬉しそうなみたいな感じですか。そうですね、はい、うん、家が綺麗になったんで、ですぐに物も出せるようになったんで、うん、いちいち聞いてこなくなりましたね、みんな家族が。 あ, あれどこみたいなのはなくなります。うん、へ、なんかラベリングとかもするんですよ。ラベリング、はい、これが例えばボールペンとかここに印鑑とか保険証みたいなの引き出しに貼ったりするので、うん、誰も何も聞いてこなくなって、すごいストレスフリー、ストレスなくなりました。そうですね、聞いてこられないっていうのはまたちょっと時短になりますもんね。はい、あ、なるほど。のりおさん、ペンネーム輝くおじさんの汗41歳ちょっとウケるんですけど、このペンネームがウケますね。ウケますよね。ウケますでも掃除って懐かしいものやアルバムが出てきたらついつい見ちゃうんですよね。それはそれで楽しいんですけどねって、あ、わかります。写真とかね、見ちゃいますよね、皆さん、ね、見ちゃいます。それはどうしたらいいんですか。あ、でも写真、あ、でも見ちゃう、うん、なんだろう、写真の整理はしたいんですかね。あ、なんか見て時間が、今日本当はこれやろうと思ったのに時間経っちゃったみたいな時、それはもう心を鬼にするしかないんですか。そうですね、もうここ見ないようにするしかないです。はい、後で後で目標設定するといいんですよ。皆さんお片付けやろうとするとなんかバーって全部出してバーって終わっちゃって途中で夜中までかかっちゃったってなるんですけど、はい、多分1日で全部って多分難しいと思うから、例えば今日キッチンだのだけやるとか、あとは時間がないときは引き出しだけやるとか15分だけやるとかって決めて、時間決めて1時間だけやるとか。あ、それいいですね。あ、引き出しだけとかだったら負担ないですね。うんうんうん、そう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 、それでまあ思い出のじゃあ箱やるって言った時に、じゃあ1時間だけちょっとなんかな、ザーって整理して、うん、で1時間終わった今日したら写真ゆっくり見ていいんじゃないですか。そういうふうに、うん、心のストレスなのでこう何も決めずにやって写真見ながらね、みんな嫌なことから逃げちゃうから、どうしても写真見たりっていうのはねどこでも起こるんですけど、うん、まあ、それを片付けをじゃあ1時間だけやって、まあ、その後写真見ようとかだったら多分心のそういったストレスはなくなります。あ、なるほどね。じゃあそこもやっぱり決めるってことなんですね。そう、決めていくことが基準なんですよ。整理って区別と本当に基準だけなので、うーん、それを意識してやるととても、はい、快適に気持ちよくできますね。なるほど、はい、いや島野さん、打ち合わせねさせてもらったんですけど、本当すごいニコニコしててすごい感じのいい方で、やっぱそういうのもね、こういう整理ができてるから、こう心にゆとりができて、なんか心がいつもこうすっきりねできてるのかなって、はい、うん、ちょっと今日お話を聞いて思いましたね。はい、ありがとうございます。ではですね、カーボボイさんからコメント来てますね。心理って嫌なことから逃げるっていうことが確かに、普段、石鹸じゃない写真って、うん、見つけても見ないようなもん、あゆとくん見つけて見てしまうほど、昔の写真見つけて、うん、見てしまうことがあっても普段見てなかったらっていうことをなんか言いたいんじゃないですかね、うん、普段見てなかったら、このさっきアルバムの話が出てきたんです、うん、そういうのも整理しないとっていう、うん、そうですよね、うん、あ、そうですね、写真は皆さん多分悩まれてると思うんですけど、うん、写真ってなんで写真を持ってるかって考えていただくんですよ。写真って、はい、例えば本当に何十枚もいらなくて、うん、私たちって写真っていう紙が大事なんじゃなくて、うん、心の中にある思い出、うん、体験とか、はい、誰と一緒に行って楽しかったとか、うん、まあ、そういうことがとても重要なんですね、はい、ってことは写真はメモリーフックなので、はい、写真を見たら多分心とか頭の中にその時の情景が思い浮かぶので、はい、そっちが大事なんですよ、うん、ってことは写真は思い出すのキーっていうかメモリーフックきっかけなので、うん、本当に一つの行事に1枚か2枚あれば十分だと思うんですね。自分の中に染み込んでるんで、あの時はみたいな。なるほど。だから最初に基準で写真の整理もししたかったら、はい、自分の年代ごとに10枚あればいいとか5枚あればいいとかっていうふうに基準、それも基準決めていただけて、はい、なるほど、いいですね。こういろいろ基準をね教えていただいたらね、はい、すごく自分やりやすくなるなっていうふうに思います。やりやすくなりますね。はい、どうしても大事だ。いきなり取り掛く、うん。どうしても大事だっていう場合は写真とか雑誌って全部データにできるので。うん、データ、うん、はい、今そうですね。あ、そうですね、データね。物自体は捨てちゃっても、まあ、データは残してあげてもいいのかなと思うので。そうですね。はい、うん、じゃあちょっと島野さんにいろいろこの
ね、基準ですとかいろいろ聞いてみたいなっていう方は、どこに連絡したらいいですか？あ、そうですね、快適スマイルで、はい、検索するとホームページが出てくるので、はい、そちらのお問い合わせから、はいはい、あ、入っていただけたらわかりました。はい、はい、じゃあ、沖縄とか住んでなくても教えていただけるっていう感じですね。あ、そうですね、はいはいはい、あと Facebook もやってますので、はい、Facebook からでも大丈夫です。わかりました、はい、じゃあ快適スマイルで検索してみてください。はい、はい、じゃあ、あと少しやんね、もう時間もギリギリなんですけど、最後に、セール収納アドバイザーになってなんか島野さんから伝えたいことみたいなのがあったら、メッセージ最後にお願いしてもよろしいですか？あ、そうですね、私から皆さん、なんか人生において悩んでるとき、もし悩みとか今もしあったら、ぜひね、一回家の中をお片付けしてみてはいかがでしょうか。本当にすっきりするし、やりたいこととかその先が見えてくる音がありますので、ぜひ。不思議ですね、はい、なるほど。じゃあちょっと悩んでると、はい、まず、まあ、全然違う方向ですけど、はい、お片付けからということで、はい、そうなんですよ。でも全然全ての悩みはお片付けで解決できるかもしれません。なるほど、はい、でもなんかわかる気がしますね、はい、うん、はい、では素敵なお話をね、たくさんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ね、早いんですけどもお時間になりました。はい、はい、今日はですね、整理収納アドバイザーの島野美希子様にお越しいただきました。島野さん、今日はたくさんね、ありがたい情報ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カブコイさんから最後コメント来てましたね、すみません、読めなかったですね。でも僕のもう古い写真はそのレベルを超えて大事になってきている。あー、なるほど。1975年の海洋博物覧会の時の僕がベビーカーに乗った写真とか、ああいうのは捨てきれないがいっぱい古すぎて笑う。うん、うん、まあ、でもそういうのもありますよね。やっぱりデータにして残すっていうのがいいかなと思いますけどね。え、なんかでもあれ、データってあれなんですか、昔のすごい古いやつも残せるんですか今？残せます、残せます。どうやって？スキャナーっていう機械を使うのが一番いいんですけど、うん、でも今だったら逆にスマホで撮影してあげる方が綺麗に残せます。そうなの？はい。そうなんだ。アプリによってはその光とかも全部その写真として切り取ってくれるアプリとかもあるので、うん、例えばさ、写真を、はい、例えばスマホで撮ったらなんかちょっと反射するじゃないですか。はいはい、あれはないってこと？あれを消してくれたり、あとはちょっとうまく調整してこう光とかをやったりとかっていうのもできます。それいいですね。あ、カブボーイさん、そういうのもあるみたいですよ。今いっぱいありますね。いますね。なるほど。武蔵さん、えみちゃん、みきさん、キャンさん、リモートゲストの島野さん、生放送お疲れ様でしたということで、武蔵さんもありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。やっぱ身近ですからなんかね聞きたいことが、ね、たくさんありますね、うんうん、あ、カブボーイさんから、あれ最近のデータ日の流れって雷とか強くないのかな、公文書庫なんていうのは両方とも大事の置いといた方がいいのに、何でもデータ化で上はいらないに言うのはちょっと怖いような気がするけど、バックアップ取りやすいのでデータの方が、うん、結構家に残した方がいいって思ってる方もいると思うんですけど、うん、まあ、公文書とかそういうのは確かに金庫に入れときながらも、うん、データとしても残しておくっていう両方やった方がいいと思います。あ、なるほどね。うーん、そっかそっかそっか。いざという時に印刷できますからね、データで残しておけば。いや、でも私もそうしようクローゼットやってくださいね。そこまで別にそんな悩んではないんですけど、はいはい、なんかいいことが ありそうじゃないですか。ありますね、はい、あると思います。はい、僕もちょっと掃除始めて。あ、本当ですか？はい、ちょうど梅雨で家から出られないので、だったら部屋をきれいにしようと思って。なんかしかもちょうどいい時期だったなって今日思いました。そうですね、なんか内地、ね、の方もコロナ、衣替えの時期だと思いますし、沖縄も日によってはまだすごい寒くて、で長袖とか着たりとかするんですよ。だから私もまだなんかそういうのがあってちょっとまだ出てたりするので、その服がで、それをまあこれからもう完全に夏になる感じになったらもう完璧に綺麗にしようって思ってます。
ちょうど落ち着けてすごい良かったです。うんうん、良かった、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。30秒ぐらいですね。あ、30秒ぐらい、はい、楽しかったですね。はい、あっという間ですね、これ本当ね、あっという間なんですね。なんか私他に聞きたかったのが、その結構島野さんがそういう目に見えない感じのお話もされててすごい興味があったんですけど、例えばキッチン周りをきれいにしたらこうなるとかあるんですか。例えば玄関を全部掃除したら、まあ、気が良くなるのは、まあ、あると思うんですけど、キッチンだとどうとかっていうのとかってあるんですか。でもキッチンとかだとやっぱり料理しやすくなるからね、夫婦でラブラブになるかもしれませんよ。あ、なるほど。終わっちゃいました。最後みんな気になるところで終わったかもしれないですね。はい。